ドゥヤは南イタリアで作られる香辛料が効いた豚肉のソーセージ。スペインのバレアレス諸島で食べられるソブラサーダに似ているが大まかな基礎となったのはフランスが起源のアンドゥイユである。アンドゥユ,ユは13世紀にアンジューシチリア家がイタリアに持ち込んだとされる。ドゥヤの名前は肉と香辛料を使った他の2種類のサルウミ、ピエモンテ州のサラメドゥラドゥヤとフランスのアンドゥイユに 由来し、どちらの料理名もラテン語のインダクティリアに遡れる。発祥地のモンテポロやスピーリンガでは、死因の j を優勢後部死刑摩擦音として発音するが、一般的には j を高校外接近音として発音し、この言葉の響きをイタリア化する傾向にある。イタリアの数あるサルウミの中でもカラブリア州発祥の もので、州内のビボバレンツア兼スピーリンが周辺で生まれた。この料理は、グアンチャーレにも使われるトントロを除いた頭の肉、様々な肉の切り落とし、綺麗な皮膚、ラード、特徴的な辛さを生み出すカラブリア州産のローストした唐辛子を使って作られる。材料をすべてミンチにし、盲腸のケーシングに詰めて燻製すると、柔らかく大きなソーセージが完成する。しかし、 元は豚肉の本来廃棄する部位を利用するために作られた歴史的に見ても貧乏人の料理である。唐辛子の含有量が多く防腐作用を持っているため保存量を必要としない。瓶詰めで売られるほか、ソーセージの厚切りとしても販売されている。2015年から2016年頃にアメリカやイギリスで人気が急上昇し、ニューヨークのスポテットピックやロンドンの エンプルソンズ等のレストランの料理に登場した。食卓に出るんどいやパンにまみれるほど柔らかいため、主に薄切りのトーストや熟したチーズと一緒に食べる。その唯一無二の味は様々な料理に適しており、例えばニンニクを加えたミートソースやトマトソースのベースになるソフリットとして使ったり、ピザやオムレツの具に使ったりすることができる。 1975年以来、スピーリンガでは毎年8月8日ニインドゥイアのサグラが開催されている。同様のサグラは他の多くのカラブリア州の自治体でも行われている。ありがとうございます。